鉄道ファンの皆さん、僕が一番ショックで困っていることを皆さんにお伝えします。今年2月7日に日比谷線の駅を最後に東京メトロ全線で発車メロディーを導入完了したという出来事についてですが、正直にくいです。僕は英断ブザーが好きで、ブザーを聞きながら乗って楽しむことが一番楽しい人生で、ブザーなしでは生きていけません。なので発車メドリーばかりでは寂しい気持ちでいっぱいです。正直東京メトロの発車メドリーが憎いです。この時期はしばらく電車に乗りに行けませんが、東京メトロの皆さんにこう伝えておきたいです。これからは発車時の音はブザーに戻し、接近時のみメロディーを導入すれば寂しさがなくなりますし、それならありがたいです。ですから東京メトロの皆さん、お願いします。僕から伝えたいことは以上です。